駿河屋は、練り洋館発祥の店とされる老舗の和菓子店である。総本家、駿河屋からの文家や、のれんわけによる店も多数存在する。家紋は、鶴と樹の字を合わせて図案化した、鶴樹。室町時代中期の1461年6月に、山城国伏見9号の里、船戸の章に、初代岡本善衛門が、 鶴屋の屋号で万、ま、ころを開いたのが始まりである。この初代岡本右衛門は基礎源氏の流れを組むとされている。五代目岡本右衛門の時の1589年に京町に移り、伏見の桃山城の正門前に店を構えた。五代目岡本右衛門が1589年に練り洋館を作り、豊臣秀吉に献上、樹落大で、 秀吉が開いた大茶会で当店の羊羹が引き出物として配られて、初代名の称賛を受けたと言われている。これが練り羊羹の始まりとされている。それまでの羊羹は蒸し羊羹で小麦を用いて練り上げて蒸したものであったため、保存性が悪く日持ちがしない欠点があった。現在の練り羹羹は小麦の代わりに寒天を用いて練り上げて火にかけて固めているが、 この最初の練り洋館は、シコリモ場を用いて練り上げたと言われている。シコリモ場は、現在の寒天演奏の一種とされているもので、当時は、蜜着物の一つであったものに目をつけて、練り洋館に利用したと考えられている。その後も、練り洋館の改良に取り組み、1658年に製法を確立したとされている。江戸時代の中頃に、練り洋館は、 寒天を材料として使用するようになり、小豆餡と砂糖と寒天を練り上げるものに発展させた。寒天を原材料に使用するようになったことで、容器に流し込んで固める、流し込みの技法が用いられるようになったと考えられている。こうした練りようかんの開発を和菓子の可能性を広げた革命と評価もされている。こうして出来上がった駿河屋の 練り洋館は程よい甘みと寒天のコシの強さが際立つ風味と淡紅色と呼ばれる美しい色合いを持つものとなった。このように元祖であることも関連して、総本家、駿河屋は練り洋館で大変有名な和菓子屋となり、全国にその名が知られるようになった。なお、虎や黒川が強風質事象で当店と並び称されるようになったのは、 明治維新の東京テントに伴って、東京に進出した後のことであった。五代目、岡本前衛門の時の1589年に、京町に移り伏見の桃山城の正門前に店を構えており、紀州徳川家の祖、徳川頼信がまだ4年で、山城国伏見にいた頃にその菓子を食べて、大変好むようになったと言われる。そのため、駿河に天舗になった際にも、 徳川頼信に随伴した。さらに、キ員に転保されると、また随伴し、1619年に、和歌山駿河町に屋敷を賜って道地に店舗を開いた。そして、江戸時代には、年25国の淵を受け取って歌詞を収める御用菓子を務めた。このように、奇襲藩となる前の旧藩時代から続いた御用菓子であり、 このような駿河からキーへの徳川頼信の天保に随伴した駿河越町人と呼ばれる紀州徳川藩の有力な御用商人の一人であった。紀州徳川家に徳川綱吉の娘である鶴姫が腰入れしたことからその漁名にはばかるとの判明が下り1685年4月に駿河屋に屋号を変更した。この駿河屋の屋号は 三代目の徳川綱則から賜った、紀州徳川家由来のものとする説が多い。しかし、居住地の駿河町から付けたのか、駿河から移転してきたことから付けたのかは不明である。和歌山へ出店した後も伏見、京町の店舗は残されて、総本家と呼ばれており、京都側から見れば、和歌山にも出店した形となっていた。そのため、法人化の際も、 和歌山の本店とは別に、京都伏見総本家、駿河屋として設立され、1946年に駿河屋食品工業と合併して、経営統合している。1781年に伏見京橋、駿河屋が初代名の休息所として分家して、伏見、油掛町に改良し、1811年に大阪、駿河屋が伏見、油掛町から、 次男の岡本善三郎が分家して、大阪、淡路町一丁目東南閣に開業。1818 18年に、京都の駿河屋、祇園下里が、総本家、駿河屋の別家として、のれん分けして開業するなど、江戸時代には、一族の分家による、のれん分けが行われた。その他、大阪、駿河屋に勤めた、初代、大鳥宗介が、 主人に認められて、のれん分けをされて、大阪、震災橋で開業した後に、堺、海野町に移った、堺、鶴ヶ谷や、祇園末吉町の、鶴ヶ谷、祇園下里より分家して、のれん分けされて明治中期に開業した、京都の、ポント町、鶴ヶ谷など、分家からさらに分かれて、鶴ヶ谷をのれんを継承しているところもある。それ以外にも、 1868年に総本家からのれん分けした京都の計3条駿河屋。1934年にのれん分けされた京都の2条駿河屋のように明治以降にものれん分けが行われている。このように駿河屋は多くの文家や別家を持つようになった。また、1886年には京都駅前に出店するなど本店以外にも店舗を展開した。 かつては、代々、岡本禅衛門を襲名していた、文字通り、駿河屋の本家である。紀州藩となる前の旧藩時代から続いた、御用菓子で、江戸時代には、年25国の縁を受け取って菓子を収める御用菓子を納入していた。戦術した通り、蓮王館の元祖として高い知名度を誇っていたほか、紀州徳川工場落の際の同中職として、供されたこともある。 本の自慢銃など有力な和菓子を製造、販売していた。1876年に開催された第1回、パリ万国博覧会に、伏見店から、連洋館を出品して、金賞を受賞し、後に、連洋館などの輸出も手掛けるなど早くから海外への展開も図った。1944年3月27日に、資本金19.5万円で、 駿河屋食品工業株式会社を設立して法人化した。その後、1946年に京都府市見総本家、駿河屋と合併して経営統合し、1950年7月に株式会社駿河屋に社名変更した。そして、1953年5月に株式を店頭公開し、1961年10月に 東京証券取引所及び大阪証券取引所の第2部に上場した。伝統ある洋館や饅頭、ま、せんべいなどの和菓子のみならず、プリンやカステラなどの洋菓子の製造、販売にも行うようになった。地元の和歌山県のみならず、大阪府や京都府などにも店舗を展開したほか、最盛期には東京都内にも営業拠点を置き、輸出も手がけた。 最盛期の1992年3月期には、年間売上高約60.25億円を上げ、無借金の堅実な経営を行っていた。しかし、バブル崩壊の影響で消費が低迷したことなどから、1994年以降は8年連続で売上が減少した赤字に陥ることになった。そのため、経営再建に取り組んだものの、業績の低迷から、 株価も下落が進んで2003年5月には東京証券取引所から時価総額が10億円未満で上場を廃止する基準に抵触する恐れがある銘柄として公表されただけでなく同年には担保枠がいっぱいになっているとして主力銀行の UFJ 銀行から季節資金以外の追加の融資に応じないとの通告を受ける状況となった。戦術の通り 主力銀行からの金融支援が見込めない状況下であったことから増資による財務内容の改善を図って上場を維持しようとした。しかし2003年秋に増資の決議と中止を繰り返すなど増資がうまくいかなかったためさらなる増資失敗を繰り返せない状況に追い込まれた。そこでイークラホールディングスグループ参加でその時点で民事再生手続き中だった中華料理店。 経営会社、海港が、青空銀行から2003年12月12日に、約12億円の融資を受け、イークラホールディングスが、第三者割当増資の引き受け金として、約11億4680万円を、当社の口座に払い込んだ形をとって、株式払い込み金保管証明書を発行させた。これをもとに、新株購入の払い込み金の入金を受けたとして、 同月18日に株式会社スルガヤが和歌山地方法務局で資本金を5億3000万円から11億340万円に増額したと申請して法人登記を変更した。この際に第三者割当増資で得た資金のうち約半分を資本金の増額に充てるとともに残額を運転資金として活用すると発表した。ところが実際には 払い込みからわずか3日後の同月15日に、海港の営業券の買い取り、代金を名目として、約5億円をイークラホールディングスに支払うとともに、それ以外の約6億5000万円を同社に貸し付けるなどの形で、払い込み金全額を還流させた。そして、この還流を受けた資金を即日、青空銀行への返済に回しており、 有資期間はわずか3日間となったが、同行は280万円の手数料を得ることになったとされている。この結果、当社に資金が全く残らず、当社の発行済み株式の約47%に当たる新株940万株がイークラホールディングスに渡ることになった。こうした一連の資金の流れや、投機などが架空増資で、電磁的公正証書原本不実記録。 同教養などにあたるとして、2004年11月13日に、大阪府警、捜査二課が、当社の当時の社長、岡本義春や、投資会社、イークラホールディングスの上田高つぐ前社長ら5人の、取り調べを開始し、この5人が逮捕されることになった。この逮捕を受けて、東京証券取引所と大阪証券取引所は、即日、会社の基本となる資本に関わる事件として、 管理ポストに割り当て、2005年1月6日の取引を最後に上場廃止となった。架空増資事件で当社の信用は著しく悪化したが、その後処理を進めながら事業を継続した。しかし、2011年3月期が約18.34億円、2012年3月期が約17.31億円、2013年3月期が 約16.46億円と、売上高が年々減少して3期連続の赤字となり、2013年3月期は、約6212万円の当基準損失となるなど、業績の低迷は一段と深刻化した。そのため、2014年1月17日に、和歌山地方裁判所に民事再生法の適用を申請し、営業を続けながら、 再建を模索することになった。この民事再生法の適用申請時点では、本社のある和歌山県の他に、大阪府と京都府に直営店19店舗を展開していたほか、百貨店やスーパー内でも販売をしており、全体では約50店を展開していた。そして、自社で生産する商品を選別して、工場を縮小し入れ商品を活用しながら営業を続け、 再建のスポンサーとして2014年4月28日に西宮市に本社を置く和菓子の製造・販売を行う千鳥屋総家と事業譲渡契約を締結し同年5月30日の事業譲渡を目指した。しかし千鳥屋総家と人員や物流などの運営形態をめぐって協議がまとまらなかったため2014年5月29日付で全19店舗を閉鎖するとともに 全従業員を解雇して事業を停止した。なお、この日に解雇された正社員数について、2014年5月30日付の我が山新報は約110人、2014年6月18日付の毎日新聞は約80人としている。全店舗が閉鎖されて事業が停止した後も商品購入の問い合わせが来ていたほか、 関西国際空港などでは引き続き商品が販売されていた。2014年6月16日に当社の労働組合がこの企業とともに和歌山での再生を目指したいとする申し入れ書を和歌山地方裁判所と保全管理人に提出し、翌17日から連合和歌山の支援を受けながら資産を切り売りして、 工場を閉鎖するような資産処分を避けるように求める署名活動を開始した。そして、この署名運動で集まった12,294人分の署名を6月26日に和歌山地方裁判所に提出した。また、この労働組合の運動については、工場を維持し、できるだけ雇用を守るとする和歌山市内の企業も賛同していた。 当社の事業停止を受けて、6月22日に、和歌山市の和歌山ビッグアイで、元和歌山大学教授の鈴木博士のリウジらが、中心となって立ち上げた、和菓子と文化と、和歌山大好き市民連が主催し、緊急シンポジウム、死にせブランドって何駿河や問題をみんなで考えようが開催された。このシンポジウムには、約200人が参加して、 当社の和菓子の歴史上での重要性を訴える公園や金沢市の老舗和菓子店が行政や市民の協力で倒産危機から再建した例などをもとに再建策を議論し地元の政財界に地元の老舗ブランドの危機を救うために支援するように求める声明を発表した。しかし署名を提出する前日の6月25日に和歌山地方裁判所が 破産手続き開始の決定をし、破産管罪人に選任された坂本康文弁護士は、金額的に最も良い条件の会社に売ることになるとの判断を示した。そのため、7月3日に当社の所有する不動産や機械などを一括して購入する相手を決める入札が行われ、有田市の医薬部外品製造販売会社、サンワインセクティサイドの会長の田中玄一郎が、 約3.17億円で落札し、労働組合の存続運動に協力する形で、参加した和歌山市の企業は及ばない結果に終わった。その結果、2014年8月6日付で本社の土地、建物の不動産などの所有権が田中に移転された。だが、その後も、駿河屋の屋号を継承して、和菓子職人ら元従業員の再雇用を行って、 旧本店での営業再開を目指す動きは続いた。また、同年9月8日に、和歌山地方裁判所で開催された第1回、再建者集会で、当初の負債総額が約9.4億円あり、納税や労働再建などの優先的破産再建を考慮すると担保などのない一般再建への配当が例になる見込みが明らかにされた。土地。 建物の不動産などの所有権を取得した、三和インセクティサイドの会長の田中玄一郎は、創業家と信仰があった。そこで、創業者、岡本善衛門の子孫で、旧、駿河屋の営業主任だった、岡本良太社長を社長とし、田中玄一郎が100%出資する新会社、株式会社総本家、駿河屋を2014年11月7日に会社を設立した。 新会社は、旧、駿河屋の菓子職人7人を含む従業員15人を再雇用し、旧、駿河屋と同様に、和歌山市小倉と京都市伏見の2カ所を生産拠点とすることになった。再開にあたっては、破綻前の約500品目の中から、連用館や本の自慢銃などの代表的なメーカー約30品目に絞り込み、伝統の味の再現と継承に取り組むことになった。 そうした伝統の継承の一方で、洋館をもっちりとした桜の生地で包んだ、花つむじ桜という名称の新商品を、駿河町本舗の営業再開に合わせて発売している。また、本店の再開に先行する形で、京都市の伏見店が2015年2月18日に営業を再開し、和歌山市駿河町の旧本店を駿河町本舗として、 同年3月24日に営業を再開させた。その後、新会社、総本家、駿河山、高松店が2015年4月29日に営業を再開し、同年10月には和歌山県海南市の海南店の営業を再開した。そして、新商品の開発にも取り組み、2015年12月には商品数を約50まで増やした。なお、 和歌山市小倉の工場跡地には、田中玄一郎の関連会社である、ライオンケミカルが新工場を建設することになった。京都市伏見区下油掛町。1781年に伏見港近くの初大名の乗船待合所として、京町の総本家から分家開業した。大阪市中央区。1811年に伏見油掛町から、 次男の岡本善三郎が分家して、大阪、淡路町一丁目東南閣に開業した。京都市東山区祇園西市町1818 18年に、総本家、駿河屋の別家として、のれん分けして開業した。明治の初め頃から作り始めた豆平島は、棒状で丹波産の大豆の入った飴で当店を代表する、名家として知られている。大阪府堺市。大阪。 駿河屋に勤めた初代大鳥宗介が主人に認められてのれんわけをされて大阪、新災橋で開業した。後に堺、甲斐野町の開港神社の近くにも出店した。宗介の長男宗七が新災橋、次男前六が堺の店を継いだが、前六が店を辞めることになったため、宗七が新災橋店を閉店して、堺店を継承した。 1879年12月7日に、与謝野秋子は、当店の主人であった、大鳥宗七と常の三女として誕生し、子供時代には、店と手伝っていたと言われている。他店との無用な競合を避けるため、夜の梅などを作り始めたのは当店であるとされている。2015年3月24日に開館した、堺市堺区宿院町西二町にある、 坂入りの森の2階に開設された、秋子記念館に、よさの秋子の成果として、店の一部が復元、展示された。現在は廃業。京都市中京区三条、河原町。1868年に、総本家、駿河屋から、のれん分けして開業した。京都市中京区ポント町。現在の、駿河屋、祇園下里より、文家。 のれん分けされて1898年に開業した。築路という細い青竹を一節切った中に流し込んで固めた丸棒状の水洋館で有名である。京都市中京区二条通。1934年にのれん分けされて開業した。京都市伏見区東大手町。伏見、駿河屋の支店として開業した。京都府宇治市宇治平等院表参道伏見。 駿河屋の宇治支店として、宇治平等院通りに開業を、その後、宇治駿河屋として独立した。かつてあった店舗2014年1月17日に、和歌山地方裁判所に民事再生法の適用を申請した時点では、本社のある和歌山県のほかに、大阪府と京都府に直営店19店舗を展開していたほか、百貨店やスーパー内でも販売をしており、 全体では、約50点を展開していた。直営店、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県、三重県、百貨店、和歌山県、京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、三重県、愛知県、岡山県、鳥取県、愛媛県、高知県、福岡県、大分県、宮崎県、熊本県、鹿児島県。ありがとうございます。